僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキ童です。グンピー恋愛お悩み相談室私実はですね、恋愛相談のコラムを持ちましてですね。実は、まあ、恋愛相談には限らないんですが、まあ、童貞だからこそ、バキバキ童貞だからこそ、その、他の人が持ち得ない恋愛へのアドバイスができるんじゃないかという、まあ、珍しいオファーいただきまして、恋愛相談を今してるんですよ、常に。原稿でやってるんで、そういう私が、バキ童が恋愛相談をしましょうという、そういう企画でございますね。何か辛かったね、恋愛のその悩みとかね、そういうの僕聞かせてもらいたい。で、アドバイス、ああ、それはこうしときゃよかったねってアドバイスしたりとか、まあ、そういう具合ですかね。最初のお客様に来ていただきましょう。あ、君か。お願いします。君か、君だと思ってましたよね。はい。お名前を。はい。土岡と申します。はい。よろしくお願いいたします。はい。まあ、ちょっと過去の辛かった恋愛のことがまだちょっとモヤモヤと残ってるんですけども。はい。まあ、過去に彼女ができて、はい、で、まあ、あれですね、言ったら僕にとっては、まあ、初めて捧げた人なんですけども。あれ、はい、ダメ出しをしたってこと？いやいや、違います、違います。ちゃんと、いやいや、ひどすぎて。ちょっとヒニングをつけて。ヒニングをつけて。はい。大事ですな。うん、はい。ぐらいだから、一回僕からしたらもうね、この人が初めてだしで特別だみたいな感じでね、うん、お付き合いしてたんですけど、うん、もうものの 2,3 ヶ月でちょっと振られてしまって。それは中学生の時？いや、28歳ですね。28歳まで、はい、そんな初めてだったのに、はい、3ヶ月って僕中学生だと思ってた。すみません。中学生だと思ってた。いや、そうそう。ごめんなさい。いや、そのあたりね、なんかあって問題があったからね。なんかしたんじゃないの、それはね。で、なんですよ。まあ僕が何かしたとかっていう感じじゃないんですけど、言ったらその、まあ相手の人が、ね、はい、私、なんか一人の人と真剣に付き合うとかね、あんましたことなかったけど、ちょっと一人の人とちゃんと付き合うの向いてないみたい。だから、ちょっとね、まあ、土岡くんと、まあ、真剣に付き合ってみるかって思ったけど、あ、やっぱ私向いてないみたいっていうことで、もう 2,3 ヶ月で離れて行っちゃって、で、あっさり振られ。それ辛かったんじゃないですか、それは。そうですね。なるほどね。まあ、女性が、まあ、自分の場から去ってしまったっていう、はいはい、大まかに言えば。はい、そうですね。なるほどね。まあ、シンプルに言うと、はい、それはもう、ちんぼっこだ。それは問題は。申し訳ないけど、はい、その、女性は、土岡でいいかなと思ったわけだけども、はい、土岡の肉体では、うん、はい、その、まあ、快楽得られなかったっていう。いやいやいや、おそらくその人は、はい、まあ、はつらつとした性欲の持ち主、まあ、その、まあ、肉欲が爆発したような男、はいはい、その、ペニボーが何十センチ、結構長めのね、はい、みたいな人とかも経験があるわけだ。はい、いろいろあるわけだ。いろんなすごい快楽を与えてくれる人がいて、はいはい、でももうそういうの落ち着いたなっていう。ね。うん、じゃあ、で大事にしてくれる童貞くんのとこ行こうかなって、うん、みんななるんですよ、これは。童貞くんと付き合おうかなって思う人ってのはみんな心に傷を負ってるんですよ。これは。最初から童貞に行く人いません。まあまあ。その、いろいろ遊んだ後に童貞のとこに行くんですね。はい。はい。ずーっと飛んでる鳥がね、うん、止まり際を探してたんだ。あ、で、やっとそのつるつるとした止まり木があって、はい、あ、止まりやすい、うん、でもここは退屈な森だ、さあ飛ぶか。また飛んでいくだけだ、はい、それはだって何にもない森よりもね、荒野の方が楽しいよな。派手激しいことがあるかもしれないな。もちろんそれは女性は言わないだろうけども、はい、それはもう土岡が、はい、もうその女の脳を揺らすぐらいのセックスをできてもらったんだよ。ブーン、ブーン、はい、うん、なるぐらいの、はい、その快楽を与えてれば話は違ったんじゃないのって、俺は思っちゃうね、はい、率直に。
まあ、みんなも言うだろうけど、こんぐらいのことはね。いやいやいや、こんなえぐられたことないです、そんな。うん。なんか、一番怪しいセミナーみたいな、脳みそを揺らすデックスみたいな。それは初めてなんだから、脳を揺らすなんか無理だよ。俺は思うんですよ、それは。うん、それも分かっておいてだろって。でも、それは分かってなかった、女性の方は。あ、う、あ、ん。そうそうそう。だから何も悪くないよ。全部包み込まれた。安心して。安心して。また今次の彼女できたんですもんね。ああ、そうですね。今となっては、はい。幸せにね、過ごしてますけど、彼女と。どう？シェイクできてる、シェイク。はい、ノー。シェイクできてる、シェイクは。そうですね。まあ、一回目じゃないから慣れてきたのか。ああ、以前よりはうまくやれてるんじゃないかって。そうですね。っていうのはありますね。うん、いや、よかったよかった。そうやって生きてくるんだからね。うん。いや、一番怖いね。全部えぐってえぐって否定してから包み込む。一番ね、怖いよ。騙されちゃうよ。次のお客様はこちらです。よろしくお願いします。あ、これはこれは。バキドーチャンネルのスタッフの船井さんですね。よろしくお願いします。リトルトゥースとあしらってらっしゃる。オードリーの俺の日本が好きということを表明している。なるほどね。辛い恋愛多そうですね。結局人数とか結構どんぐらいなんですか？まあ、20。じゃあ20人の方と付き合ったんだ。すごいですね、やっぱね。いや、3、4人ですね。何が？いや、付き合ったの 4人ですね。付き合ったの4人。付き合ったの4人で、結局人数20。じゃあ16は？やり捨て。やり捨て。いや、まあ、愛し合ったこともあるんじゃないですか。辛い恋愛なんてあるんですか？そうですね。1年ぐらい前に別れた彼女がいて、Facebook か Twitter かなんかで、なんか、誕生日覚えてなかったけど、なんか今日誕生日だみたいな、あれは、出るんだよね、SNS ってね。そうそうそう、SNS に感情はないからさ。つながってた人のね、元からの誕生日で、あ、そういえば誕生日だったなって思うわな。で、まあ、別に連絡も全然全くないんで、そらそう関係ないんですけど、うんうん、それが日曜日だったんですよ。はははは。深夜2時に、深夜2時に寝てたんですけど、そら、その元彼女から、電話がかかってきました。電話？はははは。で、まあ、寝ぼけながらこう。びっくりですよね。びっくりして。うん。出たら、うん。男の人の声で、え？うわ、ほんまに出た。え？って言われて、まあ、切ったんです、すぐ僕。から、で、なんか、後ろざわざわしてたんで、多分、誕生日パーティーで何人かいるところで、その、元彼にちょっと酔っ払った勢いで電話してみろみたいな流れが。あ、なるほどなるほど。あって、それはすごい傷つきましたね。これは許せませんね。その名を女性の名前フルネームで教えてください。じゃあ、やらせて終わりにします。その女。25万人童貞が、こういったのを骨にするでしょ。いやー、僕なら仕返しちゃうな。その時点で。すでに。そうですね。すぐ通話しちゃいます。すぐ通話して、ビデオ通話ですわ。で、祈祷。リベンジポルノ祈祷に。祈祷に。目と。まあ、鼻はいりませんな。目だけでいいですわ。目でこうやって。こんにちは。こんにちは。あなたの元カレです。元カレの人ですよ。こんにちは。あーやってね。やべ。消さなきゃ。あ、スマホが溶けた。ちょっと待って。こんにちは。あなたの人だよ。何か入っちゃいそう。何か入っちゃいそう。ちょみたいな。みたいなことをして。この人の元彼って本当に恥ずかしい。つまり、それと付き合ってそいつも恥ずかしいっていう。うん、俺こいつ付き合ってよかったんだろうかとかってその場で思わせてるっていう仕返しが僕なら即座に思いつく。あ、でもそいつそうだ。え、その、僕がそのなんか、うん、
セックスが下手だっていうのを吹聴してたんですよ。マジで。おちなみにおいくつの頃とか覚えてますか、また。が僕が21。21! いや、そりゃ下手よ。21なんて。ねえ、私なんて30でもない。その辛い思い出を、埋めるって言えばいいのかな。それをなんとか、なくすために、見ないために、他19人と、その行為をしたという認識で間違いないですか？間違いないようですね。時間短かった。お帰りください。ありがとうございます。はい。グンピーのお悩み恋愛相談室。今日はここまでですけれども。辛い恋愛があるななんて人はですね、この募集フォームの方に、この文章を送っていただければと思います。そちらに私がね、適宜お返ししていきますので、よろしくお願いします。では、良い恋愛を、グッドラブ。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。